カンピドリオ広場に移設されたマリウスの戦勝像、ニンファエウム・アレクサンドリは、イタリア・ローマのビットオリオ・エマヌエレ2世広場にある古代ローマ時代のローマ水道の流末施設であり、分水施設及び泉であった。レンガバリローマンコンクリートで建造された建物の2階の張り出し部分には2体のマリウスの戦勝像が置かれていたが、1590年に、 ローマ教皇シクストスゴセイが、カンピドリを広場に移設したとされる。そのため、このニンファエウムのことをトロフディマリオと呼ぶこともある。かつてのティブルティーナ街道とラビカナ街道の合流地点に位置しており、ティブルティーナ門を通るローマ水道から分岐した水道橋が接続されていた。ティブルティーナ門からこの分水施設まで達する水道橋は、分岐直後の部分飛びや、 グリエルモペペ付近に残存している。この分岐していたローマ水道は、諸説あり、水利高低差から推定して、新アニョ水道もしくは、クラウディア水道とする説や、アレクサンドリナ水道だとする説、ユリア水道であるとする説などである。ありがとうございます。